かな。大丈夫。出る。大丈夫。力いっぱい脱力ということで。何でもいいんですけど、こういきなりね、こう、タンバリンの鈴がね、なんかもう2個しかないやん。ここしか残ってないんですけど、サンバリンの商売道具が。この辺転がってるんですよ、鈴がね。ちょっとどうしようもないんですけど。うんうん、はい、ということで、うん、適当に、はい、はい、脱力ということで。脱力ということで。はい。あのね、ちょっと気のせい
れないんですけど、ギターの音ってちゃんと私鳴らしてます？鳴らしてるよ、聞こえてない。聞こえない？聞こえてるよね。聞こえてる。あ、帰ってないんだな。いや違うね、私自分のギターあんまり聴きたないから下げてもらったのは事実なんですけど、気持ち返してもらっていいですか？私たち的にはちょっと私寒い感じ、あ、そう、じゃあ気持ち返してくださいってこと。リハと違うよっていうようなイメージがするのは。あ、そうなんですか。さっきまでトリップしてたからかな。いやいや、それもあるし、いや、お客様がいっぱい入ってくださって音がちょっと音が乗ってる、あ、ちょっとすいません、はい、では気を取り直して、ごめんなさい。今日のテーマ、もう一つのテーマが、はい、飛ぶもの。飛ぶ。一応トンボとかね、スズメとか、飛んでる。頭の中が飛んでるとかね。いろんな意味で。今日はね、飛行機で帰ってきやったんです。はい。神戸はね。実家こっちなんですけど、はい、東京にお住まいでね。はい、わざわざ飛行機で。かっこいいんだよね、本当に東京もんだからさーっていう感じなんですけど。今ライフルズドアーッと。いや、そんな愛情もないよ。っていう感じ。ほっとけ。さっきのね、こちらに立ってた、二つ前のバンドの方に、痛そうでしたね、痛いとか言ってた。痛そうでしたね。痛そうでしたね。私あれね、もう釘付けになって目開けたまんまやったから、目疲れてなんか楽屋でコーデートしてるのがさっきね、入ってたらね。本気でもう大変。はい。そこか。はい。うん。というわけで、はい。現実戻りました。現実戻り。じゃあ、洗濯日和ということで。洗濯も飛ばします。今日は朝から気持ちがいいね。目覚まし出るよりも早
火曜日したね。テレビの予報じゃ降水確率 10%。 どこに 10% の雨雲があるのかな。今日はとびっきりの Yeah.